はい、どうも、フメデオです。今回ですけども、二度と復活しないダッフィー、ですけれども、こちらがですね、まあ、やっぱ改めてね、強いなと、いうところでは、めちゃめちゃ皆さんにおすすめできるツムだなっていうのが、まあ、今回やっぱね、改めて思ったんで、動画にしていこうかなと思ってます。まあ今現在ね、ツムツムのお店屋さんで、まあこのダッフィーでほぼほぼ攻略してるんですけども、ちょっとプレイやっていきましょうか。そう。やっぱ強いっすね。使いやすいし強いし、はい。マジでおすすめできます。なんでこんなスキルループすんのっていうね。まあ、そういうスキルなんでするんですけど。いや、このスキルループ強いっすよね。で、2回目の消去、あれでしょ？プラス補正入って。一回、まあ、要は一回のスキルで、550枚とか入っちゃうってことでしょ？強くない？普通に賢くない？この性能よくよく考えて。でしかもおまけ効果付きで、マイツムが降ってきやすいってね。そんなん最高じゃん。ああ最悪、溜まってなかった。で、そう、平均万枚もですね、まあ余裕なんで。で、消去スキルだとさ、やっぱラグビーミッキーとか、まあ豆ビルか、まああの辺と比較、まあされるツムかなとは思うんですけど、まあそこの比較してもですね、まあ万枚っていうところで言うと、まあ一番出しやすいかなと思います。まあ、ただね、まあ、ちょっと演出長めっていうところもあってですね、まあ効率的にはまあラグビーミッキー程度みたいな、まあ、感じではありますけども、まあでも強いよね。でもはい、37秒4300枚4400枚、強いね。いけるよね。ところで4900枚、ぴったりやん。はい、いや、これ待った方がよかったかな。まあギリセーフ。いいね、強いっすね。やっぱね、使いやすいからね、マジでおすすめできる。なんならこれ使えなかったらもうみんな、どのツムも使えねえよっていうレベルで使いやすいもんね。でもね、まあ言うて、スキルボタン押してるだけだからね。ここまで来ると。ほぼ。ちょっとなぞって、スキルボタン押してるだけ。超簡単でしょ、こんな。でちゃんとね、スキル1からもね、ちゃんとスキルループするんで、スキル1から。コインはそんな稼げないかもしれないけど、ちゃんとね、スキル1からループするっていうのも、良き。さあ、残り11秒で8700枚とかかな。8654、いけるよね。ところで、はい、え、ちょっと怪しくない？もう一回スキル発動できないと終わるね。ギリ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 でした。余裕とか言うておきながら、超ギリギリでした。っていう感じで、ちょっと28チェーン、フル虫で、やってしまいましたけども、やっぱ改めてね、唯一無二で強いなと思いました。はい。
ということで、皆さん、二度と復活しないツムなんでね、月末、まで、確率アップが、来ておりますので、ちょっとですね、はい、やってもらえたら、育成したい方はちょっとがっつりやってもらえたらいいんじゃないかなと思います。まあでもね、まだまだまだ、強いツム、新ツムがね、まあ来月来る可能性もありますんで、まあ情報を見てからでも、まあ遅くはないと思いますので、まあちょっとね、その辺ちょっと、はい、計画的にやってもらえたらなと思っております。はい、ということで皆さん、ダッフィーのスキルレベルコメントで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。喜びが